ああ、もしもし。なんだ、まゆみちゃんが。まゆみちゃんだ。え？ああ、ああ。ああ、それは何でもするよ。何とかする会社だから。そう。コスケ、とってもいい仕事があるの。ただデートしてくれればそれでいいの。お食事したり、散歩したり、映画見たり。ちゃんとお金を払うわよ。持ち費用はこっち持ち。素敵な人よ。私が保証する。本当に美人なんだから。コスケさんならやってくれるでしょ。おう、やるやる。明日？あ、いいよいいよ。はい、はい、じゃあ。前見なんだって。うん。おい、ワカメ。俺の明日のスケジュール全部上げてくれよ。ダメだよ、今頃そんなこと言ったって。まゆみちゃんがいい仕事を紹介してくれたんだよ。え？素敵な美人とデートして、一日なんと1万円え？何やんねん。ほんとほんと。いやいや、ちょっと、津村君、会長、会長。ん？そういう仕事はじゃあ、僕がやろう。ね。お前じゃダメなの。お前じゃね、こっちから1万円払っても、そういう仕事はできないの。かーん。どこどこ美人ねえ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 まだ来ないの美人今歩いてるじゃないえまゆみちゃんそう私のことだって素敵な女性だって言ったじゃない素敵な女性じゃないの会えばハッとするような美人だってハッとするような美人じゃないえ学校はどうしたんだ学校は創立記念日でお休みなのああやっとの思いで今日の仕事みんなに押し付けてきたっていうのにさ払うものは払うわよどうしたんだこの金私のお小遣いえ高校生の小遣いじゃないだろ、一枚なんてら。あら、私はお金持ちなのよ。帰ろう。だって、食事してそれから。送ってくよ。送ってってな、お母さんに会うよ。もうここでいい。帰るわよ、ちゃんと。何とかする会社って何でもしてくれるんでしょ困った時何とかしてくれるんでしょそれなのにどうして私を追い返すのよここでいいって言ってるでしょ私一人でいたら悪い子になりそうだから康介に会いに来たのに康介が遊んでくれないんだったら私悪い子になってやるからなっても知らないから康介のバカお兄ちゃんだけお父さんと会って
そうですか。どうもありがとう。何かご用事ですか？いいえ。しまったな。どうもすみません。いいえ、私が悪いんです。よそ見して歩いてたから。私が悪いんです。いや、ちょっとひどいよ。おい君、はい、いや、そんな格好で返しは私の気が済まない。でも私が悪いんですから。悪いのはお互い様だよ。知らない人間に物を買ってもらうのが嫌なら後で返しに来てもらってもいいんだよ。ほら、こんな格好で歩いたら何事かと思われるよ。じゃあ私ジーンズの方がいい。ジーンズ。